薬師寺斎藤、西岡爪市九月四日から九百九十五年四月十一日は、法隆寺専属の宮大工。薬師寺近藤、薬師寺玄城等奈良県駒伊古間郡枯賀町法隆寺、西里出身。祖父、西岡爪吉、父、西岡奈良光は共に、法隆寺の宮大工棟梁であった。幼少期は、祖父に連れられ、法隆寺館主の佐伯定継に可愛がられ、 カステラや洋館を、貞ダさんから用をもろうたことを覚えています。などの記憶があるなど、当領になるべく、早くから訓導を受けていた。イカルガ神情高等小学校3年生から、夏休みなどに、現場で働かされた。その、頃の法流寺の境内では、西里の村の子供たちの絶好の遊び場で、休日にはよく、ベースボールをして遊んだものだが、夏休みに、 みんなの遊んでいる姿が仕事場から見えたりすると、なんで自分だけ大工をせんならんのやろと、恨めしく思ったこともある。と10回している。1921年に駒野学校を入学、父は工業学校に進学させるつもりであったが、祖父の命令で農学校に入学することになった。一方在学中は、祖父から道具の使い方を教えられるなど、大工としての技能も、 徹底的に仕込まれた。九百二十四年卒業後は、見習いとなる。九百二十八年大工として独立し、放流時修理工事に参加する。九百二十九年一月から翌年七月まで、舞鶴重砲兵大隊に入隊し、衛生上等兵となる。除隊後の九百三十二年、放流時五重等縮小模型作成を行うが、この時に設計技術を学ぶ。 1934年には、法寺党当院会体工事の地質鑑別の成果が認められ、法隆寺当領となる。戦火の拡大とともに、西岡自身も戦争に巻き込まれていく。1937年8月、衛生兵として招集、京都府見宮法第22連隊を経て、翌不評第38連隊、不評第138連隊機関銃部隊に入り、 中国町交流域警備の任務に就く。この時軍務の傍ら中国の建築様式を見て、歩き、自身の知識に大いに役立った。1939年除隊。以降、1941年満州国流交渉。トルチハエ、1945年には、朝鮮の木浦望雲飛行場へと二度にわたる、王将を受け、陸軍衛星軍曹になり、終戦を迎える。 そのまま戦中期の放流時混同の解体修理を続けていた。戦後は放流時の工事が中断され、結婚の時買うた袴、羽織、衣装、トンビとか靴とか服はみんな手放してしもうた。と10回するごとく生活苦のため家財を売り払わざるを得なくなった。一時は靴の闇屋をしたり、栄養失調のために結核に感染して、 現場を離れるなど波乱含みの中で、法律寺解体修理を続けるが、その卓抜した力量や豊富な知識は、寺関係者の他学術専門家にも認められ、1956年、法律寺文化財保存事務所技式代理となる。さらに1959年には、明王院五十棟、1967年から、法輪寺三重刀落景法要、1970年により、 薬師寺近藤、同祭党などの再建を投領として手掛ける。これらのプロジェクトにおいては、時として、学者との間に激しい論争や対立があったが、西岡は一歩も引かず、持論を通し、周囲から、法流時には、鬼がおる。と意見を込めて呼ばれていた。特に薬師寺近藤再建に関しては、プロジェクト X で取り上げられて紹介されている。また途絶えていた、 ヤリガンななどの道具の復活を行う。アスカ時代から受け継がれていた寺院建築の技術を後世に伝えるなど、最後の宮大工と称された。文化財保存技術者、文化功労者、イカルガ町名誉町民。実定、西岡奈良次郎も宮大工として、父や兄を支えた。また、西岡常一の唯一の内弟子が小川光雄である。1995年、ガンで死去。 祖父、西岡常吉は、後継者たる男子に恵まれず、自助次の婿養子に24歳の松岡奈良光を迎えて弟子に仕込んだ。やがて両者の間に長男が生まれると大いに喜び、自身の常の字をつけて、常一と命名した。祖父としては普通に接し、餓死をすぐ与えたり、いたずらをしても厳しく注意することもないなど、非常に甘いところもあったが、常一が4歳の頃から、 法流寺の現場に連れて行って雰囲気に慣れさせ、小学校に上がると雑用をさせたが、その時の祖父は別人のように厳格になった。以降、祖父は、向この奈良光と常一等、将来の当領として育成すべく尽力することになる。特に常一には徹底した英才教育を行い、常一自身にとって貴重な財産となっていくのである。祖父常吉は晩年。 一人前となった父なら光と、常一に、西岡家に代々伝わる区伝を教えた。これは一度しか口移しで教えることができない日中の教えで、一つずつ、その意味となる要点を教え、10日後に質問して一語一句、違わず意味を理解するまで次に進まなかった。現場で叩き上げた豊富な経験と感は、人員再建の際に、大いに活用された。 多くの学識関係者が持論を述べても、堂々と反論し、その度に衝突を繰り返した。常一は、学者は、様式論です。あんたら理屈言うてなはれ。仕事はわしや、学者は、学者同士喧嘩させとけ。こっちは、こっちの思うようにする。結局は、大工の作った後のものを系統的に並べて、学問としてるだけのことで、大工の弟子以下ということです。 と述べて、学者の意見を、机上の空論扱いして滋賀にも書けなかった。古代建築学のタイト、藤島井、次郎や村田二郎らが、創建時の法隆寺近道の屋根は、玉虫寿司と同じ屋吹であったという説を指示していたが、西岡は解体工事の際に、たるきの位置と当て木に使われていた釘跡を発見して、入り模屋作りと判断し、双方の論争にまで発展したが、結局は、 国跡が決定的な証拠となって入りも屋作りと判明した。あと、西岡はありがたい国穴やなぁ、と述べていた。学者同士の無意味な論争に合を煮やした時は、飛鳥時代は学者でなく大工が寺院を建てたもので、その大工の伝統を我々が踏まえているのだから、我々のやっていることは間違いない、と言い放つこともあった。法輪寺見栄等再建では、 竹島拓一と大論争になった。竹島教授は、法流時代修理の工事事務局長で、西岡とも面識があり、中国古代建築の専門家としての知識を活かして、三重塔の設計を行ったが、常一は補強の鉄骨仕様にも反対した。はじめは、法輪寺住職、井上計画の仲介で両者の関係は、恩便になっていたが、井上の死後、対立は激化した。 竹島は、常一の力量を認めながらも将来、アスカ時代方式の建築技術が断絶することを恐れ、後世に分かりやすい江戸期の技術を採用する考えであったが、常一は、江戸期の鉄を補強したやり方はかえって木材を痛め、寿命を縮めるとして、否定、伝統技術も人間の進歩と共に理解する時代が来るので、断絶することはないと主張した。やがて両者は、 感情的に抗論する事態となり、果てには新聞紙面で論人を張るまでに至った。もっとも西岡は、あの人は学者としてちゃんとした意見を主張して張るわけですわ。と、滝島には敬意を示していて、本来仲介に立つべき文化庁関係者を批判している。結局、最低限度の鉄骨仕様ということで折り合いがついたが、青山茂が非常に 気持ちのいい論争と表しているように双方とも、正論を吐き、情熱を傾けた事件であった。その強烈な職人気質で摩擦も多かったが、一方では、多くの人々との交流もあった。特に薬師寺監主、高田公員とは、薬師寺が乱災圏との関わりが深く、常一が、最も影響を受けた僧侶の一人であった。もともと高田は、市の橋本行員の悲願であった。 道具再建を実現するため、100万感謝教などの話題作りやマスコミに出演して、再建の肝心を進めていた。このように、メディアの露出度が多いことが、常一には、タレント坊主と見えてしまい、後年、高田が最初の頃、私は、西岡藩にだいぶに嫌われていたらしい、と、苦笑まじりに語っているように、評価していなかった。だが、あ、って話すうち、 これはさすがと感心させられた。仏法を我々に理解できるように、切句態度と、てらいのない謙虚な性格とにだんだん惹かれていった。そして、近藤胸上げ式の時、橋本教員が胸着に、高田官長名を書き入れ、反発した高田が、西岡の名前を書き入れるよう訴えた事件が起こり、常一は自身の欲を捨てた、高田の態度に振幅する。 すっかり惚れ込んだ常一は、この人がいるのなら斎藤根流ができると、近藤落慶法要直後、斎藤再建の建白書を高田に提出する。この時高田は、あんたはひどい目に合わす人や、ぼやきながらも笑っていた。槍ガンナ、西岡の功績の一つに、古代の大工道具、槍ガンナの復元がある。焼けた法流寺近藤の再建の際に、 アスカ時代の柱の復元を目指した西岡は、回廊や注文の柱の柔らかな手触りに注目し、その再現は従来の大ガンナや長ナではなく、創建当時に使用されていた槍ガンナであれば可能だと気づいた。しかし、槍ガンナは15から16世紀に使用が途絶え、実物もなければ、使用方法もわからない幻の道具であった。そこでまず、 古墳などから出土した槍ガンナの資料が全国から集められた。が、思うようなものはできず、やむなく、焦燥院にあった小さな槍ガンナを元に再現した庭が鉄が割るうて、切れるのですわ。そこで、法隆寺の飛鳥時代の古くを材料に、堺の登場、水野正則に制作を依頼、こうして槍ガンナが完成した。完成した槍ガは、葉の色から違っており、 西岡も感服するほどの出来栄えであった。西岡は絵巻物などを研究し3年間の試行錯誤の末、身体を60度に傾けて腹部に力を入れ一気に引くやり方を身につけ、これをへそで削れと表現している。その切り口はスプーンで切り取ったような跡になるが、そこに温かみ、ぬくもりが醸し出される。独自のものであった。 使い方が上達するとカンナクズが長く巻いた綺麗なものになり、あまりの出来栄えに、西岡自身、家に持って帰って、しばらく釣っておいたことがあるんですけどね。と述べていた。また、見学者がクズを記念に持ち帰ったこともあった。1978年3月、大阪府藤井寺市三津続古墳で、ソリ式の木製運搬パング、シュラが、ほぼ完全な形で出土した。 シュラは、歌詞の巨木が二股になった、全長9メートルのもので、考古学関係者の関心を呼び、朝日新聞社の講演で、実際に復元して、運搬の実験が、計画、5月やったと思いますねんけどな。朝日新聞社の和田山という人ですわ。と、西岡に依頼された。折屋宿、薬師寺斎藤再建工事途中で、西岡は躊躇したが、 そんな文化的なことやったらええやないか。まあした晴なれ。ということでとあるように、薬師寺側の了解を取り付け西岡は、願合自文化財研究所に保存されている、出土品を調査。ここで、古代の技術者たちが、菓子の木が、水や衝撃に強い利点に着目した点と、二股の巨木からソリを自然なままほとんど手を加えずに、完成させた点に感心する。製作に際し、 問題が相次いだ。材料は鹿児島県の徳之島に生育する沖縄裏ジロガシが用いられたが、出土した修羅と違い、材料は2本に分かれていて継がねばならない。そして、材質面でもかなり劣っていた。さらに西岡が一番憤慨したのは木を切るタイミングが悪かったことで、霜がおりんと切ったら、あかんねん。他の時期に切るとみなぼけてしまうんや。 霧リも考えんときって、復元やなんて、そんなん根本から間違うてるでと言ったわけですわ。そうしたら新聞社の担当の人は、青なったり赤なったり、というような前途多難な開始であったが、関係者側の努力の末に、ようやく完成した。特に日本を接合するボルトは、学者側が強度のために23本を主張したのに対して、西岡は、修羅は水平に引かれるのでなく、 上下に揺れることを予想すれば、そのボルトが本体を割ってしまう役をする。工程になっても、真ん中でどないでも動くように細工しとけば、一本でよろしい。としてのけ、ボルト一本で済ませ、あとは木材で補強することになった。作成にはできるだけ、古代の作業工程が用いられた。ノコギリを、あまり使用せず、斧と長縄で、約一ヶ月かけて行われた。 西岡は、接合という余分な作業があったことと、二股の歌詞の巨木が豊富にあったことを考え、当時は半月ほどで完成したのではと推測している。また、巨木をのこぎりを用いずに、斧で切る作業については、1日かかったら、十分切れます。力はね。今の人は疲れてきたらもうひょろひょろしまんがな。昔の人はああいうもんを使い慣れててね。なんでっしゃろ。 おそらく我々が今一日かかるものは半日でやってしまうと思います。と述べて古代の職人の技量を評価している。こうして復元された修羅は同年9月大阪府藤井寺市の石川と大和川の合流部の河川敷機において巨石の運搬実験が行われて無事成功した。これに感激した東昇大寺長老森本光順の依頼を受け 翌1979年、インドから将来した大理石宝刀の運搬に用いられた。西岡はこの修羅復元に際し、昔の人の体力の強さというか優秀さといえば、いいのか、それが、しみじみと感じられたこと、そして気の使い方がとてもうまいということ、空偉いもんやな、と感想を述べている。西岡はインタビューや座談会で数々の言葉を残している。 どれもが彼の人生観や仕事へのこだわりが感じられている。法輪寺見へとありがとうございます。